レオさん、3回魔人剣当ててくださいな。1回当てるごとに500円スパチャします。撃墜しなくてもか。お、いけいいよいいよいいよ。なんかもう一回、ええ遠いな。とりあえずあと1回巨大ドンキーに魔人剣がなんか開幕連打したな。反転反転魔人剣意外と当たる。え、そんなことある。次ちょっと阻止に決めたいな。阻止基礎視点から決めたい。めっちゃふわふわやから、ここら辺どう。あ、無理か。ふわふわということは魔人剣決めやすいよ多分。はい、お、おい、1試合で3回決まるか、そんな綺麗に。ダッサミクロさん、ナイスバー。魔人剣3回ありがとうございました。ナイスバー。まさか俺1試合で突破すると思わんかったよ。お前もそれ持ってんのか。なんか挑戦してる。え、嘘やろどんな開拓なん。もう何の専門家なんこれは。なんか持ってる、おなじみのやつ。怖いって、プリンでこれはだいぶ怖いよ。そっち左に追い込んでもう太鼓の達人やん、おとげやん。うん、ボクサーも空を飛ぶらしいで。レパートリー止まらんマジで。え漏れなく気持ちいいな、見てて。これはやばい。よしよしよし、あるで。 95% ちょっと集中バッカでしょ。ちょっと集中とか言うとる俺がアホらしいよ今の。空中への貫通空した。うわ、なんかめちゃめちゃオーラまとってるよ。緑オーラや。ははそれそうだった。ちょ、久しぶりのスピード配信やから忘れたけど、もうこのプレイヤー崖走り専門家だったわ。うん、崖走り専門家の、それは崖走りは美しいよ。うん、たかしが一番フォーム綺麗かもしれん。急にハムコよ。お、マジか。あれ俺今掴んだんですよ、ウェビー。なんか総裁したんかな、ウェビー当たって、ウェビー掴み判定で総裁して教えたんかな。うわ、やばい。今膝当たってたら即死コームだったよね。うわっうわっ聞いてないよ、そのなんかすっぽり掴まれる感じ。うますぎる。とやり、ニストック犠牲にしてドンキーエレベーター召喚する。ニストック召喚だと無理か。なるほどね、確かにこれはニストック犠牲にしないと召喚してはいけない構成やな。え、今横スマたんの。俺下で横スマしたの、びっくりしたよ判定。あ、OK、さあお願いします。なんだあれおいはやばいよもう。はあ、どういうことやねん。見たことない見た目のキャラクターと見たことない立ち回りしてる。なにこれ見た、なんなんだこれよくわからん情報量がエグいって。あ、もらった。えよしよしよし、そ、崖話もありかそれ。よいしょー、ナイスー、バカ野郎。空中に打ち上がったら魔人剣らしいです。あ、当たらへんの今の。今の当たらへんの、もう。あ、それは当たるの当たるやつと当たらん基準がわからん。逆でしょ、当たる当たらんの基準。逆逆逆、最初の当たってさっきのは当たらへんのが普通。あぶねえ。うわ誰か、うまい、バイバイ。でもあのコンボになんかしたい俺は、逆にね、逆手にとって。あれ植木はついんよ。もう一回してるか植木を。優秀技あった、あった、あった、当たるんかい。ああ、なんか狙いがある、これしたいプレイがある。おうおうおう、ダメージの、あ、やばすぎやろ、たまるスピードおい、もう 300% 超えたんやけど、やばすぎるって。これ何秒で999%いくんや。あの画面が激アツの振動してきた、画面ブルブル。これ恐ろしいな、 999% ですよ。ちょっと魔人剣連打してみようかな。あ、出た、ほかほかマックス魔人剣ほかほかほかマックス魔人剣が決まった。さあ、人思いにやってくれ
マイストックこれがしたいんかもしれん。これ魔人剣さ、これ乱入できるわ。よいしょー、チャンス。うわー、気持ちいい。予想外の魔人剣って気持ちいいよね。さすがにそれは無理か、無理すぎ、さすがに。うわー、そこ来ると思ってない。ホラーゲームで、そこは、うん、そこはダメ。自力で入ってもらう感じなんで、先着順で。おお、かっけえじゃん。レッキキャンセル反転裏魔人剣、テクニックテクニック、お願い。え、おい、魔人剣当たればいいんじゃん、これって。魔人剣当たってもダメなパターンあったんや、これ。あんの、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 あ、ないの。コメント見えてないからしまくってた。やめろー、ジャスがしたかったんです。見栄えがいいな、巨大ファルコンパンチ。なんかねっとりよ、ファルコンパンチみたいな、ねっとりボイスやったな。何それ、何それ、そんな動きできるのヨッシーって。初めて見たんやけど、これ俺の知らない知識をありがとう、アキッピー。うん、今度お任せでヨッシー入れたらこれで煽るわ。あの、人生に 100% はない。おい、なんで一足してんだんや。二丁拳銃じゃん、嘘。え、アイテム持ち込みして2ストック目も拳銃持ってる方みたいな、そんなん可能なん。二丁拳銃構成考えたね、それおもろ。えレバガチャが速すぎる男、当たっていく。ちょっと深読みすぎ、うわ。勢い余りすぎやろ、もう一回ボコス、怖すぎる。次は負けない。うわ、うますぎる。これ掴むのはもうプロです、プロ。よいしょ、目押しじゃないですね、適当押しですね。ナイス。画面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 でやんか。シューティンググリしちゃうのこいつ。ちょ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 、何してんねん。あ、ちょっとアドリブしたら死んだ。ちょっとアドリブ復帰したら頭ごっつんこした。その立ち回りできるのすごい。そのスピリッツ配信のツイートになんか、うまっ、怖いわ、超速ダッシュが。うまっ、うわー、なんだそのオリジナリティあふれる神コンボは。もう饒舌になっちゃったよ。上スマが一番怖いな。うわー、やった、勝った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 。これ勝てるパターンあるんや。なんか速いな、足が。とりあえず足が速い、この。え、おい、見た、うわ、新技やんそれ。キレが良すぎる。カスタム技かな、新しい下火みたいな、なんかゼロサムの下火みたいな挙動してるよ。強い。これ魔人剣決めやすそうやな。跳ねすぎやろ、そっちに進化があったんかよ。はい、跳ねすぎでしょ、跳ねすぎる。跳ねすぎでしょ。あ、ガノンクロー届かへんし。リヒターと対戦してる。さすがに死ぬか、追いつかれてくんねん。うわっ、おっ、よいしょ。俺もやり返していくよね、もちろんね。これは、あ、ジャンプいらんかったやつやな、これ。惜しい。なんでだよ。なんでそんな鮮やかに自滅するんや、あんなゲームできやん。むずすぎる。激墜演出がかっこいいけど詐欺、詐欺でした。かっこよかったけど詐欺。なんか少しコンボ決まりそう雰囲気。言ってたら言ってたら本当にやられた。うわー、食えぬ食えぬ食えぬ、決まっていく。返さんからやりけし、嵐。ジャンプなかったんだよね、連打しとってんけど出なかった。